こんにちは。今回はヤーマンの製品で、知ってる方も多いかと思うんですけども、 EMS の美顔器ですね、メディリフトプラスという商品を使っていきたいと思います。それでは早速使っていきましょう。まず、メディリフトプラスのケア時間の目安なんですけれども、1日1回10分使用が可能です。10分経つと自動的に電源が切れる形になっているので、まあ、安心してお使いいただけるかと思います。1日最大2回まででしたら、メディリフトプラスお使いいただけます。では使っていきましょう。メディリフトプラスを使う前には必ず洗顔をしっかりしてください。で、洗顔をした後ですが、普段お使いのスキンケア商品をお使いいただけます。化粧水や乳液等をお使いいただくことは可能なんですけれども、美容オイル、油分を含む、化粧品を使った場合、本体劣化の原因にもなりますので、まあ、油分を含む、美容オイルなどは使わないように注意してください。メディリフトプラスの使い方ですが、大きく分けて2種類ございます。1つ目は専用のゲルをこのコントローラーの電極部分に塗って使うパターンと、もう一つはシートマスクをまずお肌に当てていただいて、その上から、メディリフトプラスを装着するというやり方があります。まあ、今回は、ゲルを使ったやり方でやっていきたいと思います。ではまず、こちらがコントローラーになります。表向きこういう感じになってまして、裏返すと、はい、このような形で、上の部分に LR と、まあ、つける向きが分かりやすく表示されています。で、ここの部分が電極になっているので、それぞれ3箇所ですね、左右ゲルをつけていきます。こういう感じにつけていきます。じゃあもう片方もつけていきます。はい、できました。でこのコントローラーを、本体のこの空いてる部分、裏見せた方が分かりやすいですかね。それぞれ LR っていう風に向きが書いてあるんで、この形の通りはめていきます。はい、できました。こういう感じにつけます。で、向きなんですけども、これがついてるのが下側になります。顎下ですね。なのでこの部分にお鼻を当てる形になります。じゃ早速つけていきましょう。つけ方は、髪の長い人はまとめてください。鼻に合わせて、頭の上で止めます。ちょっと上すぎましたね。ここ引っ張るとフィットしやすくなります。でお鼻、はい、こういう感じです。すごいブサイクです。お許しください。で、ここにマイナスとプラスって書いてあるんで、プラスのボタンを、それぞれ同時に流します。ピーって音が出たら電源が入りました。はい、ピンク紫っぽいランプがついてるかと思います。これが電源入った証拠になります。
でも始まってるんですけども、あ、全然感じないって思ったら、まあ、同時にプラスボタンをどんどん上げてって、お、私2で結構感じてます。まあ、痛く感じない、ちょうどいいレベルで、設定していただければと思います。私3ぐらいがちょうどいいんで、これでやっていきたいと思います。なかなか伝えづらいんですけども、ここがピリ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 と動いてます。で、私結構顔大きいんですけど、まあ、意外にできないかなと思ったんですけど、うまくこう使えたんで、結構顔の大きい方でも使えると思います。で、一箇所止めるだけで、まあ、使えるので、これメディリフト、一個前のやつですと、二箇所止めなきゃいけなかったので、それと比べると、もう、着脱、すごく簡単です。今、ピクピク言ってるの分かりますか？すごいですね。すごいピクピク言ってます。このまま、10分間使ってみたいと思います。はい。10分経過して、ピッ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 って音が鳴って止まりました。では外したいと思います。はぁ、爽快感なんだろう、全体的にずっと EMS が流れてるっていうのじゃなくて、もういろんな方面からいろんな形で EMS がこう流れてたので、とても気持ちよかったです。もう使ったことがないっていう方はぜひおすすめしたいです。よかったら使ってみてください。ありがとうございました。